おめきちパパお見合い企画。インスタグラムで募集したお見合い相手、今日は一人目に会います。渋谷ヒカリエの前で18時45分に待ち合わせで、19時からイタリアンレストランで。なかなか来ないが、来る瞬間を撮影したいのでこうして待っているのだ。集中集中、ごめんちごめんち、集中集中。あ、待てよ待てよ。鼻顎ハイタッチお手、集合場所を間違えたみたい。まあそのうち来るかな。あれ、もう店の前にいるじゃん。先に行っちゃったのか。今日のお見合い相手は29歳の会社員、ポメラニアンを飼っている人だよ。ヒカリエから歩いて7分。ここだ。この辺りにいるはず。お待たせしました。ごめんなさい。おめきち、これ戻ってるけどいい？いいよ。おめきち、ごめんね。ヒカリエの前で待ってた。待ってたね。おめきち、あー会いたかったよ。おめきち、あーよかったね、ポメ吉。やばい、ポメ吉じゃん。え、ポメ吉やばい、超かわいい。ポメ吉、暑かったね。暑、今日は暑い。ポメ吉、やばい、超かわいい。ポメ吉暑かったね。ほんとだ、なんか小さい。はい、これ水。はい、水。ポメ吉、水。でもいっぱい米切って太ったんだっけ。そう、 3.3 キロまで太ったね。すごい、そこから痩せたの、あなた。失礼します。食事は表面に前菜と一番下にサラダ。カプレーゼは今日イチジクでご用意してますので、と裏面にピザマスタリーです。失礼します。パパがいい。水持ってほしいか。水持ってほしい。犬見知り？やばいやばい、犬見知りすぎる。え、吠えるってこと？うん、吠えるけど結果何にもできないから、近づけるともう動かない、動けない。そう、吠えてじゃあ行くって言ってももう動けない。コメ吉は？コメ吉はちょっと散歩中に出会うとあうあう言ってんの？近づいて匂い嗅ぐと大丈夫な。別にふんってなる。飲み物は？あ、酒飲めない。あ、私ね、あれちょっと今日はあの普通のドリンクがいい。これがいいか、ノンアルコール。あ、ノンアルにしよう。で、フレッシュレモネードにしよう。おしゃれすぎてわからん。え、ポメ吉パパ若いね。若いって言われる。あの、前29歳の人が同い年ぐらいだったと思ってた。なんかピザとパスタ。あ、ね、ピザかパスタ食べたい。パスタだったらこれ、パスタどれなら食べれるの、ポメ吉パパ。あ、多分どれでも。まあ、店に来てって言われたから、あ、もう無理だ。あ、そういうことか。お金使うの嫌だよね、店行って。でもいいじゃん、お金。なんで犬友なのに俺が金払う側になるなんて。持ってるからいいじゃん。いや、それで、あの、あれは本当に
募集してるんですか？本気で募集してで5名来たみたいな応募が。あ、もうちょっと増えたかな。へえ。面白い。みんなそうやるんだ。多分全部は7人来て、でも意外と遠方なのよ。石川県2人、ガチじゃん。愛知県1人。え、みんなガチなの？あとなんかちょっと内容を変えてて、なんか犬をお見合いさせたいとか。でその遠方の人は、まあ、東京に来たついでに会いたいみたいな。だから約束はまだしてなくて、今来週もう1人会う。それだけ、2人だけね。新装置になっちゃったんですか？うん、犬とか。まあでもみんな見た目良かった。へぇ、そう、お前ちょっと座りなよ。座りな。そうそうそう。何の装置見てんの、ね、カメラ嫌なの？映ってるからかな。あ、本当だ。あそこ犬がいるのは気になるの？気になる。撮影可能って書いてあったでしょ、うん、あれ顔写してもいいの？え、てかブスとか言われたらウケるけど全然いいよ。え、誰に？え、コメント欄で。ブスとかコメント欄で言われたらウケるけど、え、全然し、え、顔写って逆に何が？全然。いやちょっと止めとこうかなって。やめときなって。全然何でもいい別に。だって会社員でしょ、うん、なんか会社の人になんか言われたりしないの？あ、全然別に。あ、映ってもするって。副業とか OK？ え、ダメ。え、じゃあダメなの？いや別にいいけど。あ、まあ出演料もらってないしね。え、全然大丈夫だよきっと。え、でもわかんない、やめといた方がいいかな。叩かれるかも。そうそうそう、叩かれるかもしれない。めっちゃブスじゃんみたいな。じゃあやめといた方がいい。じゃあ、あのね、なんかすごい嫉妬する人はいるよ。あ、そうなんですか。じゃあめんどくさいね。めんどくさい。じゃあやめた方がいいね。前声が気に入ったって言って家に遊びに行きたいとか言った人がいたけど、ハンドルネームが男っぽくて、誰に似てるって聞いたらリューチェルって。絶対男じゃんね。笑ってる。ね、リューチェルいたよね。リューチェルにのファン。へえ。ママね。ちょっと待ってよ。はい、何に乾杯？なんかこのストローすごくない？初めて見たわ。はい、乾杯。嬉しそう。嬉しそう。嬉しいね。これ使う？チューってやる？これで。無理か？無理？チューってやる？あ、こうペロペロする？ペロペロしていいよ。冷たいから。ペロペロしな。こうペロペロ。ペロペロしていいよ。美味しい。あー。全然ここオンできるんだ。うん、ベッドも飛び乗るし。普通にこれ話して大丈夫な？カットするところはカットできるから普通の話しても大丈夫な？うん、うん、あ、カットしてほしいとこあったら。あ、全然。29歳は言ってもいい？29歳は余裕。でも別に他にない。ことに。あ、妹のこととか。あ、妹知ってる？妹下の方が涼しいよ。下行く？下行く？いいか？いいじゃん。かわいい。硬いね。ピザの耳後であげるね。うんは？食べる？食べたいか？ゆか丼後であげるね。これはちょっとダメっぽいよ。パスタも無理かな。ボロネーゼ。やっぱピザかな。トマト食べる。ペロって。この辛いオイルかける？かける。かけて。かけていいの？うん。
うん、これって辛い、え、なんて言ってた、辛みのあるオリーブオイルだと思う。え、いいの全部かけて。あ、全部じゃない、全部じゃない自分のとこだけかけていい。まあグルーと一緒でいい全部って全部ね。ああ、そういうこと、これこれ全部かと思った。美味しそう。米吉、パンの耳食べる？パンじゃない、ピザの耳食べる？尻尾フリフリ？あんただから掃除できそうじゃん。確かに床が綺麗になりそうだよ。確かに掃除できそう。食べる？はい、どうぞ。あ、ちょっと待てよ、待って。よし、言ったら食べていいよ。よしこちゃん、よし行くぞ、よし。ん、トマト。おいしいか？あんた食べるの早いね。丸飲み？同士だと喧嘩されない。あ、そうなんだ。ごめん、一応言ったことないわ。いいよね。でも芸はできたくさんできるよ。ああ、すごいね。ごめん、ちょっと見せてあげて。え、見たい見たい。やってあげたら。何できるの？それ教えてるんだ。教えた。すごい。はい、座れ。お手。おかわり。鼻。顎。ハイタッチ。待てよ、顔、待てよ、ちっちゃい顎。はい、よしよしよし。すごい、米吉すごい。顔と、え、顔とかできるようになった。すごいね。やってみて、顔。え、なって、どうやる？こう顔あれ米吉、米吉、米吉、顔。あ、できた、あ、言いたかった。顎、顎は、顎。コメキちゃん、顎。コメちゃん、やってよ。顎、おぼす。これ、あと鼻。これ、銭のマン。鼻。あ、逆かな？こう、え？こうか。そうそうそう。コメキチ、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 集中。鼻。鼻、やってよ。鼻。鼻。おー、すごい。でも、あれなんだ。違う人でもできるよ。できるよ。お座り、お手、おかわり、伏せ、待って、これぐらいかな。あ、でも基本的なのはできる、うん、できるできる。全然私が仕事行くときとか勝手にゲージに入ったりとか。自分から？うん、自分から。あ、すごい、うん、あとはおやつとか、おやつが大好きで、おやつっていう言葉とかも分かるし、あと卵も大好き、卵も分かる。結構吠える？うん、うん、うん、家の中で、うん、吠える吠える。吠えるんだ。吠える。かまってくれ。なんかおもちゃ投げ大好きだから、それがないとおもちゃ投げろってめっちゃ吠える。米吉は喋るよ。喋るね、うん、早く、もう毎日言ってる、早く言って。本当にそう思う。喋ってる。米吉はホームセンターとか犬が結構住みやすくて、それで、駅を挟んで反対側に引っ越して、普通の家、一人用の家、マンション、マンション、うん、1LDK とか。いやいや、そんな普通の、もうほんと狭い、ワンルーム、うん、あ、でもうちもワンルームだから。ああ、でも普通、犬も入れるホームセンター
入ったことない。だから行ってみたいな。そうそう、すごいカートがあるでしょ。あ、そう、カートがある。あれインスタでよく見る。そうそう、カートがあって、でそこにドッグランが併設されてて。あ、いいじゃん、すごいいいじゃん。それで 1,2,3 階あって、3階の売り場が全部ペットになってる。1階と2階は、1階と2階は公務、なんか療養とかで、本当に3階がめちゃめちゃ広くて、うん、全部ペットのものが売ってて、あとペットも売ってるし、あとそこで泊まれたりもする。はい、宿おいで、ねきちさん、抱っこしたい。いいじゃん、ごめん。なんかあの服は黒色だから映えるわ。ああ、確かに。米吉がボロネーゼを狙ってる。ダメです、ボロネーゼを狙う。本当確かに小さい。ああ、ね、水に濡れるとなんか違う。ああね、なってるね。クリーム、色クリーム、なかなかでもキッチもなくないですか。もう渋谷で感じてる。あ、まあ、要件は、ね、また遊ぼうね、ポメキチ。わー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 、お疲れ様。ポメキチなんか食べた？あ、なんか食べた、なんか食べた、ね、食べた、ね、食べた。ポメキチ、こっち見て。お見合いどうだった、気に入った、どう、あの人どう、ありありなし、どっち。今日はこれでおしまい。じゃあ。